だいぶ下手すぎう。教科書のようなだいぶ。だいぶはロタウ。これはダサいう。草生える。VAR あるんだからペナ内でダイブしても意味ないだろ。ありがとう韓国沈んでたけど元気が出たよ。シミュレーションすなう。染みついたもんだろうなう。ダイブ下手すぎや。これは伝説に残るシミュレーション。このダイブでどんぐり飯3杯食べれる。よぎそ。相手は体投げ出してんだから、普通にボールに行ってシュートできただろうにもう染みついてんだろうな。日本もやってたけどな。誰やろか、浅野のやつのことやろか、あれは PK が妥当と結論出たけどな。これじゃチリュソンじゃねえか。フンミンパイセンがやるから真似するんだよ。お荷物とかとにかく大文民がやりすぎ。フレンドリーマッチでもやるからなう。2002WC なら完全に PK やったんやろけどな。もう VAR 導入されてそんなあからさまなダイブはバレちゃうのに。VAR 見たことないんか。損はガチ一流だから好き。ガンちゃんは竹のマブダチだから好き。キムニーは不器用キャラだから好き。ヒちゃんも滝のマナ弟子だから好き。このデンマーク長身野郎は嫌い。性格が二流ならプレイも二流。こいつって韓国の師匠だよな。フィジカルの強さが売りで根性もあるけど、肝心のサッカーは下手くそ。重心が後ろなのに突然前に飛び出した。待て待て。何でもかんでもダイブっていうな。怪我をしないように取った受け身が、たまたま派手に転んだように見えた丸王丸王。新喜劇でももうちょっとマシやろ。